娘についてお話しましょう。馬娘は刑務内での活躍だけでなく、実際の競馬界でも注目を集めています。しかし、なぜ馬娘は表に出てこないのでしょうか。なんとなく気になりますよね。実は馬娘は表に出ていないだけで、たくさんの案件が舞い込んでいるんです。競輪以外の動画を見ると、馬娘と関連したものをすぐに見つけることができます。早速馬娘の魅力を知って、カヤレを生かしてほしいと思います。馬娘は北巫女巫女や第一ルビーなど、こんなキャラクターがたくさん登場します。これらのキャラクターを育成する笑い要素がゲームを楽しくしてくれます。そして驚くことに、私は完全無課金で2年以上プレイしています。馬娘は課金しなくても十分に楽しめるのです。しかし馬娘の場合、ゲームやシナリオの特性が少ないのが現状です。配布されるキャラクターの性能も下がっているばかりで、過去のイベントの復刻もされません。このままでは馬娘の魅力が薄れてしまうかもしれません。私たちユーザーは馬娘の表に出ることを望んでいます。馬娘が表に出ていないのを他の人から馬鹿にされる可能性もあります。桜大戦のソシャゲのように、馬娘も同じ運命をたどることになるかもしれません。しかしその前に、私たちユーザーの声が聞かれることが大切です。馬娘の魅力や未来について、私たちのコメントをぜひ聞いてほしいと願っています。以上、馬娘についてのコメントをお待ちしております。皆さんの意見を参考に、馬娘の未来についてより良い方向へ進むことを願っています。どうぞよろしくお願いいたします。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。